I recently had a chance to visit the natural farm Nagaoka on the backside, the less visited side of Miyajima Island in Hiroshima. And I learned so many things about the balance of life as an organic farmer from a young couple that has started this farm as a new phase in their life and their career. So they change careers and they move to Miyajima Island, and they're managing to grow food not only for themselves, which is healthy and nourishing for their bodies, but also doing farming in a way that is fulfilling and meaningful for their lives. And it fits with their small family dynamic. It was so wonderful spending time with them and learning from them. And I hope it's an inspiration for many other people who have a chance to watch the video. あの戦後にすぐあのここは島、神様の島だから耕しちゃいけないって言って、うんうん、要は農業しなかったんですけど、はいはい、もうさすがに戦争終わった後で何も食べ物ないから、なるほど、はい、ここで作っていいよっていう時が来て、はいはいはい、これズッキーニかな、もうちょっと花が割りかけて、ズッキーニはやっぱ暑い時が苦手ですね。ああ、そっか。はい、あの3月ぐらいに植えて、つい1ヶ月前ぐらいがもう最盛期っていうかボンボン取れよったんですけど、で結局僕らが例えば世間であの、まあ、活躍できる、うん、なんか例えば有名になるとか、うん、なる時はもういよいよ世の中がおかしくなってる時っていうか、だからなるほど、はい、まだ僕らがこう、ラスチャンス、みんなのラスチャンス、そう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 、ここであのこの農業が別に流行らなかったりするのはまだ世の中が成り立ってるっていうか、はい、だからそれはそれでいいなと思って、ここに来るのは、うん、カラス、トンビ、あのタヌキ、うん、アナグマ、うん、でここにこうやってついとったんですよね。だけど僕はあ、これタヌキかアナグマかなと思ってって思いよったんですけど、うん、あのここの支柱のここについてたやつもこうなってたんですよ、うん、ってことはあのカラスかなと思ったんですよ。で今思えばやっぱりくちばしでこうつついたような感じで、手でやったような感じじゃなくて、うん、いや今年が初めてカラスに、今7年目なんですけど、だけいろんなことが起こりますよね、うん、そうそう、あのこれ何かっていうと種なんですよ、うん、これでまた来年のここから種出してそれを植えるんですよね。僕たち農業のまああの特徴はやっぱり種取りをしていく、次の世代に次の世代に残していくような、最初僕は男だからあの新しい種買ってもう一回やり直そうとしたんですよ。でも妻が女の子でこの子たちでいいじゃないって言ってここから種取ることに決まりました。だからこれからはやっぱり女の人の時代というか考え方の時代だから僕はもう負けました。押し寄せてきてもう蜂がブン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 こう花粉をやるからあのいろんなものが混じってきたんですよ。だけこのこういう白い品種とこういう白い品種とこいつですね、うん、こいつと例えばまあこんなやつとか、はい、これも混ざってるんですよね。いろんなもんいろんなもんが混じってるかな、なんかもうバラバラになってきた。キュウ食べてみます、ね、中がちょっと空いてるけど、あんまりトゲがないんだけど昔からのこういうナスを育てたらちょっと待ってよ、トゲがすごいんですよ。だってあの食べる人も注意せんと怪我するんですよね。でもやっぱりあれですよね、なんでトゲがあるかって言ったら敵から守るためにトゲ作ってるから。そう、でもカラスに食べられてるんですけど、そうそうそう、って生えてくるから、はいはい、これをいかに大事にできるか、はい、やっぱりあの生えてくるものによって、あ、ここはいい畑だなとか、なるほど、はい、すごい見えるんですよ。
だから僕たちとしてはなるべく草は生やしたい。だけど野菜は作りたい。はいはい、そこのせめぎ合いを。そうね。はい。で、今年からやってるのが、ちょっともう草まみれな、ここはわかりやすいんですけど、1メートルに野菜を植えて、1メートルは雑草。ああ、そっか。っていうことをしてるんですよ。はいはい、だから昔はもう野菜、野菜、野菜って植えてたんですよ。そうですね。はい、だけど、植える分は半分になった。だけど、おそらく、収穫は多くなるはず。なるほど。はい。だから人間の、要するにこう、欲との戦いというか、じゃあ僕たちがどれだけ、お金があったり、すれば、暮らしていけるのかとか、じゃあ、儲かるからって どこまでが、僕らもちゃんと限度があるんですよ。いくらまでっていう。それ以上になったら、次は何するかって釣りしたり、鶏飼ったりして、自給率を高めていく。っていうことを考えてて、だから農業って結構そのここは忙しいけどここは冬は暇だとかっていうのがあるから、なるべくやっぱり今の時代、あ、もう農業は忙しいんですって言ってもあまり美味しくないんですよね、食べる人が。そうじゃなくてちゃんと楽しくやってるし、休みはしっかり取れるし、っていう農業してますっていう方は多分今の新しい働き方っていうか、お客さんにとってはいいと思うんですよ。だから、そういう意味でも、なるべく、こうなるのを、こうするための、やり方っていうのが一個、まあ、落ち葉とかも、落ち葉って入れて、実際野菜の栄養になっていくのは、多分、まあ、1年から3年ぐらいかかると思うんですよ。硬いし、朽ちにくいから。ってことはどういうことかって、すぐ撒いたからすぐ結果が出るわけじゃない。なるほど。だけど、1年から3年かけて、じわじわ、知力というか、基礎的な土台になるから、なんかそういうものを暇な時にというか、この忙しくない時に入れて、はい。で、忙しい時はそういうことをしないでいいように。で、やっていけばいいかなっていうのが。うん、今はでも難しいと感じてないですね。やっぱり、ただ自分に力がなくてできてないってことはたくさんありますけど、難しいことは多分ないですね。うん。難しいと感じたときは、多分自分が、なんて言うんですか、いろんな余計なことを、考えてたときは難しい気はするんですけど、例えば、もっともっと売り上げ上がるんじゃないかなとか、例えば、もっと野菜をたくさん作ろうとか、は難しい気がするんですけど、うん、自分の、まあ、やれる範囲も分かったし、自分の実力も分かったし、その範囲でやったら、あんまり、難しいとは感じてないですね。うん、いいね。はい。紫です。つる紫。つるつるつるの紫だけど緑なんですけど、紫のやつもあります。それとこれはひじき。ひじきです。で、きゅうりもきゅうりはうちでずっと5年ぐらい種取ってる分なんですけど、結構このくらい細くしたら。普通のだったらこうビチャってなんか崩れちゃうんですけど、結構強いから煮ても焼いても崩れないです。しっかりしてるんで、肥料とかで育つとやっぱ一気にグワッと大きくなるので、水だけとかそういう密度が濃いんで強い感じです。それと作り方なんか、ナスはみりんと醤油を1対1で素揚げして入れるだけです。で、油が適度に入るんで素揚げしたまま入れると、なんで夏のこう食べなんかご飯と一緒にっていう感じ。すごい美味しい。それとキュウリはそのまま、キュウリは酢のものお酢と砂糖だけです。これ焼いてないんですか。これですか。茹でた。塩もみして、で砂糖とお酢です。
これも、みりんと醤油だけです。でもちょっとだけこの梅干し作る時の梅酢上がるおしおきゅうりっていうあれをちょっとだけ入れてます。だからおにぎりも梅酢で握ってるんですけど、あの夏にあの防腐っていうか臭あの傷みにくい効果があるんで、ちょっとずつ梅酢を入れてます。芯が、あの芯は芯のナッパで、ここは空洞なんですよ、中が。ああ、だから空洞の芯がない葉っぱっていう。これとバジル。バジル。モロヘア。モロヘア。モロ。エジプトとかからだと思う。はい。味噌汁に納豆も入れました。入れてました。あ、いや、それがモロヘイヤの、ね、ネバネバちょっとこうネバネバの、ちょっとネバネバがする。ほうれん草よりも。だけ何と近いかな。まあ、どっちかというと夏のオクラとかでネバネバするような、なんか夏に強い野菜です。でもみんなが虫で困ってるっていうのは。そんなにわからないなぜ困ってるのか、それはやっぱりそのバランスがおかしくなってるからだ。1個の野菜をたくさん作るとやっぱりそれを好きなものが来て、もうたくさん食べて増えててるけど、そううまくはいかないことはたくさんあった。それはなぜならば欲張ってたくさん植えたりして、ああ虫がとかはありました。確かにバランスが、要は僕の頭のバランスですよね。僕が欲を出したりとか、自分がまだこれだけなのにこれだけのことしたりしたら、やっぱり自然からこう教えられるっていうか、あ、すみませんって言って I titled this video Salt of the Earth because that was the impression I was left with after talking to and learning about the organic farm. They are humble and hardworking and honest, and of course because it's a beautiful organic natural farm, it seems veryfitting to have the title Salt of the Earth. So I hope you enjoyed this video about the organic natural farm on Miyajima. Please subscribe and I will be introducing more places, products, and destinations which have a sustainability focus in Japan.